浦和インターチェンジは埼玉県埼玉市緑区にある東北自動車道のインターチェンジである。下り方面の IC については浦和本線料金所が併設されている。IC 名は旧市名の浦和市をそのまま使用している。東北自動車道開通からしばらくの間は宇都宮方面への入り口、宇都宮方面からの出口のみのハーフ IC であった。2002年3月、 2002FIFA ワールドカップが東 IC 近くの埼玉スタジアム2002で開催されるのに伴い、川口ジャンクションから 3.2km の場所に東京方面への入り口、東京方面からの出口が新設された。一般道との接続においては、東北道下りとしては最初の入り口であり、東北道上りとしては最後の出口である。川口ジャンクション方面延伸以前は、 混雑緩和のため、本線を延長する形で、現在の東京方面出入口付近に、国道百二十二号と直接接続する暫定ランプが設置されていた。なお料金所は、現在の浦和本線料金所の一部を使用していた。ダイヤモンド型の IC で、国道四百六十三号9道を挟んで、国道百二十二号を北側に進むと、宇都宮、仙台方面の出入り口、 南側に進むと、東京方面の出入り口がある。宇都宮、仙台方面の出入り口を利用する場合は、一般的な IC と同様に、入り口では通行券を受け取り、出口では通行券と通行料金を渡す方式である。東京方面の出入り口を利用する場合、東北自動車道の通行区間は必ず、川口ジャンクション裏和 IC となるため、 通行券を発行する必要がなく、料金所でそのまま、川口ジャンクションまでの通行料金を支払う方式となっている。なお、川口ジャンクションには出口がないため、この通行料金とは別に、東京外環自動車道、または首都高速道路川口線の通行料金が別途必要となる。ありがとうございます。